パンテオングランドツアーとは、17世紀初頭から19世紀初頭まで、イギリスの裕福な貴族の指定が、その学業の終了時に行った、大規模な国外旅行。レターズ・フロム・セベラル・パーツ・オブ・ヨーロッパ・ザイース e u r o 1763-18世紀の、皇帝例17世紀になりそれまで続いた、ヨーロッパの戦乱が落ち着きを見せ、宿や駅馬車、 交通網など旅行に必要な環境が整ってきた。それ以前の旅行は商用など実用的な目的があるものがほとんどだったが、グランドツアーの流行は私的な旅行が始まった時期と重なっている。当時文化的な先進国であったフランスとイタリアが主な目的地で主要都市の文化や上流社会を体験する機会となっていた。修学旅行と比較されることがあるが、 グランドツアーは学校主催の教育旅行ではなく個人主催であったこと、費用も賄うことができる一部の者の,のみが参加したこと、グランドツアーは期間が数ヶ月から数年と長いことなど違いがある。家庭教師が同行を務めるのが一般的でトマス・ホップズやアダム・スミスも同行したことがある。旅行の間、若者は近隣の諸国の政治、文化、芸術、 そして考古学などを同行の家庭教師から学んだ。彼らは見物したり、勉強したり、買い物に精を出したりする。中には女性についての修行に励むものもあった。グランドツアーは、若いイギリスの青年たちにとっては、様々な実情や状況にあった、生きた知識を手に入れるための実用的な講義でもあったのである。家庭教師の監視のもと、あるいはお付きの者の,の世話を受けながら、 若者たちは旅行に出かけた。旅行の最初のスタートは英仏海峡を渡ることでカレーを経てフランスに入る。多くの若者にとっては度重なる両国間の激動の時代以来、これ自体がすでに一つの試練でもあった。フランスはその礼儀作法や社交生活の洗練さによってイギリスの貴族階級の好貴さとはまた違った上品なマナーを身につけ、 態度振る舞いに磨きをかけるということから人気があった。パリでは彼らはフランス風の衣服を身にまとい、イギリスらしい田舎じみた痕跡を抹消しようとした。フランス人のような服装に変えても彼らはまだまだフランスの社会に入ったことにはならない。フランスに入って後ディジョン、リヨオン、そしてマルセイユなどにも足を運んだ。イタリアは古代ローマやルネサンスの遺産が多く、 最も人気のある場所の一つであった。ルネサンスに影響を受けた若者によって、やがて、イギリスにも新古典主義の建物が多く作られるようになった。グランドツアーの黄金期は、フランス革命の開始とナポレオンの登場による大陸の混乱とともに、一旦の終焉を迎えるが、19世紀に入ってからも、最良の教育を受けた若者たちは、グランドツアーに出かけるのが常であった。 その後、これは若い女性たちにとっても一種のファッションになっていった。パトロンとなってくれるオールドミスとイタリア旅行をするというのは上流階級の淑女にとって教育の一つとなったのである。トーマス・コーヤットの本、コーヤット・エス・クルーデティスは大ヒットとなり、グランドツアーに出かける若者たちにマニュアルが求められていたことの証である。19世紀、アルプス山脈には、 グランドツアーの伝統によって、イギリス人の若者が多く訪れた。アルプス山脈の手法39座のうち、31座の初頭は、イギリス人によることになった。この頃になると、イギリス人だけでなく、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の若者にも、グランドツアーは広まり、蒸気船や蒸気機関車の登場により、行き先はより、拡大され、世界一周へと繋がっていった。 それは従来のグランドツアーの終演でトーマス・クックによる団体旅行の始まりであった。ありがとうございます。